ご覧いただきありがとうございます。今日は JAXA 調布航空宇宙センターより年表で見る JAXA 調布展示室解説全編をお届けしたいと思います解説を私展示室担当の江川でお送りいたしますそれでは早速始めましょう JAXA 調布展示室の中に入ると航空技術の歩みがわかる大きな年表がありますここには JAXA の航空技術研究の様々な物語が詰まっており、展示室ではその研究に使われた実験機や実物のエンジンなどを間近で見ることができます。今日はこれに沿って展示物をいくつかご紹介していきましょう。年表のスタート地点は JAXA 調布航空宇宙センター始まりの1955年。当時の名前はなる。 航空技術研究所といい最初に注目したいのはこの4枚の白黒の写真ここにあるのは航空の研究には欠かせない風道という実験施設の写真です風洞とはプロペラなどで風を作り空気の流れを調べるトンネルのこと風道があれば航空機などの模型を用いてたくさんのデータを取ることができます ナルがまず行ったのは、低速域から極超音速域までの様々な速度域の風洞を建設すること。これらの風洞は現在も運用されており、今では風洞の数は10以上にもなります。そして1962年には、国産の旅客機 YS11 の開発支援も始まり、翼や胴体の頑丈さを確かめる試験などを行いました。 YS-11 の上の写真も見てみましょうここに写っているのは航空機用のジェットエンジンただし普通の飛び方ではなく垂直に飛べるジェット機を研究するためのエンジンですこのような航空機のことを V トール機といい1960年代から70年代ナルはこの V トール機の研究を行っていました 実験は無事成功しその成果は後の研究に引き継がれていきますそしてこの時の技術を生かして次の新しいエンジン開発も始まりました先ほどの V トール機の隣にあるこれがその新しく開発されたエンジン FJR710 ターボファンジェットというタイプのジェットエンジンですこれがこれ この実物です。日本にはそれまでターボファンジェットを作る技術がありませんでしたが1975年この FJR710 で初めて国産化に成功しました FJR710 の開発で得た経験と技術は後に旅客機のエンジンへと受け継がれ現在も世界中の空を飛んでいますそしてそのさらに隣にある FJR710 を翼の上に乗せた不思議な形の飛行機これはエストール実験機アススカですエストールとは短い距離での離陸や着陸のことアスカはこのエストール技術を研究するために作られた実験機で機体は国産の C1 型輸送機が元になっています アスカは年に初飛行しその後全部で97回の研究開発で得た成果は、後の日本の航空機開発に大いに役立つことになったのです。今日は、なるのの始まりから、風洞建設、v トール機の研究 そしてエストール実験機のアスカまでをお話ししました次回は90年代再使用可能な宇宙王換機の研究紹介から始めましょうそれではご覧いただきありがとうございました